ランクインしたのは、悪魔のワンコ、バリアがあり非常にうざく、攻撃力が弱いキャラが攻撃するとダメージをあまり与えずバリア復活。なので攻撃力が強いキャラ一体出すのがおすすめ。ランクインしたのは黒いワンコ。攻撃頻度が速く、玉カバイ率が高いと強いので注意。あっさり倒せるワンコもいれば、強カバイ率が強いワンコもいるので要注意。そして移動速度も速い。ランクインしたのはリアルワンコ。攻撃力が強く、移動速度もあるので要注意。たまに生き残るのでかなり困る。地位にランクインしたのは古代のワンコ。攻撃力が強く、古代の呪いをかけるので強い。何よりも他と違って強いのが、移動速度があり攻撃力が強い。初見でこいつが出てくると、油断して負ける時がある。